次に藤田文武君。藤田君。日本維新の会の藤田文武でございます。あの、昨日から、あ、大丈夫かな。大丈夫ですか。どうすみですか。あの、まあ、昨日から、あの、通告してまして。まあ、こういう状況で、バタバタとしてましてですね。まあ、これはもう本当に、あの、国民の皆さんからすると、もうよくわからないと思うんですね。で、これは昭和スタイルの、まあ、日程闘争、まあ、われわれもそれ降りてます。 で,ですから、しっかりとまあ質疑でこう問題点をあらわにする、そして、誠実に政令審も含めてですねお答えいただくということで、やっぱり問題解決していかないといけないと思うんですね。ただ、の立憲さんがやっていることは、我々賛同はして、一緒にやるというところまではやりませんが、政府の方または自民党も私、問題だと思いますね。というのも、これ、そもそもこの時間の確保で、水曜日、令市審取んだからじゃないんですか。 だからこれ、先に出てきていただいたらよかったんですよ、だから総理がもっとリーダーシップを発揮して、最初は人出ていや、最初は出てこないと言った、5人出てくると言った、公開、非公開、ぐだぐだして最後2人になって、全員出なくなって、総理が俺が出ると言ったから、全員出て公開になったんですよ、そのせいで1日ずれて、今日深夜なるんちゃうかとかいう話になってるし、理研さん、もう一回なんか出さはるとか、そういう話もあって、これ、えらいことになりますよ。 だから、すべて総理の決断、または党内のマネジメントをやっていただいたら、早めにやっていただいたら、もっと進んだというふうに私は思います。で、その上で政治改革について、まあ昨日もやり取りさせていただきましたんで、まあ、少しその続きをしたいと思います。<laughs> 今回のまあ裏金事件、組織的に長年にわたって意図的にずっとやってきた、この まあ悪臭をですね断ち切るということには、私は全容解明がまずは必要で、これ、皆さんおっしゃいますけれども、御党のことですけれども、党で何らかの区切りをつける、処分の話も出てますから、処分をするならする、それは党が違いますから、勝手にやっていただいたらよろしいですけれども、それで再発防止をする、その再発防止には、我々はそういう局所的なことだけじゃなくて、やっぱり法改正も含めて、または政治のあり方も含めて、 取り組んでいきましょうとでそれはすなわち35年前の平成元年政治改革大綱では、そういう思想のもと書かれたんじゃないんですか、皆さんの先輩が。だからそれをぜひともそこまでの射程を持ってやりましょうというのが、我々のスタンスでございます。 であの昨日、ちょっと報道あ、今日の朝かな、報道出てましたけれども、うちの遠藤国対委員長と浜田国対委員長がいろいろ話をしたということで、政治改革に関する特別委員会を設置して、徹底的にそこで政治改革の議論をやって、今国会中に結論を出しましょうといけるところまで、政治のあり方まで含めて議論をやりましょうということをあの進むという報道がまあ出てましたけれども、総理からですね、これあの、 確実にこの政治家革に対する特別委員会を作って、座組を作って進めていくというこのご決意をあのいただけますでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君あのまず、この本国会中に法律改正はやらなければならないと考えています。具体的に、この議論の場をどうするかということについて、私からこの具体的に申し上げることは控えなければならないと思いますが、今回の 一連のこの事件を見ますときに、一つは政治家自身の責任の取り方、会計責任者だけではなくして、政治家がどのように責任を取るかという問題、そしてもう一つは政治資金の透明性がこの問われている、この二つが大きな問題であるからして、自民党としましても、一つは、 あの政治家自身のこの責任の厳,密、えーと厳,えー、厳罰化、厳密化、さらには外部の監査等の導入、そして三つ目はデジタル等を,作等を使った資金の透明化、この三点を法律という形で実現することが重要だという議論を進めています。 ぜひ今国会で法律が、えー、法改正ができるように、えー、自民党もおその議論に向けて、えー、このお自分たちの考えをまとめてまいります。藤田文武君、ありがとうございます。昨日総理が弁明書をあのお読みになられました。でその中にあるべき政治資金規正法の改正についても党の 刷新本部政治刷新本部の政治資金規正,改正,政治資金規正法改正、ワーキンググループに対して指示をしたということが記載されていて、今おっしゃられたような方が書いてます。まあ、いわゆる3つなんですね、1つが連座性の話ですね、政治家本人が責任を取りましょうということ、それから外部監視、まあ、第三者機関とか、まあ、いろいろやり方あると思いますけれども、しっかりチェックを果たそうと。 それからデジタル化をしましょうと、この3つを支持したと書いてあるんです、で、あのお読みになられ、まお、おっしゃられました。で、その3つ、私は賛成します、いいと思います。ただ、この今の答弁を聞き、そして昨日の弁明を聞くとですね、おそらくこの3つが落としどころなんだろうという持ってき方にしか感じないんですよね。我々が言ってるのは、そしてこの国会で、長らく議論、長らくというか、今国会で議論されてきたのは、もう少し広い範囲ですよ、総理。 政治と金の問題を元から断つ、そして、いわゆるこの政治の古い慣習を立っていく、そのためには、もちろん心の部分もありますよ、倫理観。でも制度として、より厳しく政治家が民間の皆さんに、民間企業と同様に厳しくチェックを受け、そして民間水準で当たり前と思われるところまで行き着かないと、私は誰も納得しないというふうに思います。例えば、まあ、我々もずっともうこの あの数年間、言い続けてきてますけれども文、文通費ですね、旧文通費、これ公開しましょうよ、もうそろそろ、これずっとまあ野党もみんなそろっても言ってます、公明党さんも言ってくださってます、自民党の中にもテレビ討論で言ってる方いっぱいいますよ、そろそろやったらいいんじゃないかと。だからこれ、文通費やるということ、総理いかかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君。 あのえー、自民党の、まあ、政治刷新本部の、まあ、中間取りまとめの中で、えー、まず、えー、運用面で自,自民党自身が対応できること、先ほど申し上げた問題点を通じて、問題点に対して、自民党としてできることは自民党としてすぐやるということをまず明記したうえで、ー、この、えー、と制度面、要は法律改正、えー、等を必要とする 部分についても自民党として真摯に議論に向き合っていく、まあ、こういった内容を取りまとめたところでありますが、この委員の方の、委員の今のご指摘、この調査研究広報滞在費、この部分については、 まさに各党共通のルールの議論でありますので法律改正のこの議論になると認識していますぜひ中間取りまとめ,のために明記したように自民党としてもこの議論に真摯に参加してまいります藤田文武君あの中間取りまとめは派閥の件があってで党内ではルールを作っていろいろ取り組みますということと それから各党の意見を聞いて、まあ、法律の議論はやりましょうという、まあ、そういう内容だったと思うんですね、で弁明書はちょっと私は、これ、改めて問いたいんですけれども、3つ、先ほど申し上げた連座性と外部監査、それからデジタル化、この3つを指示したというふうになってまして、これはおそらく進むんだと思います。そその他の他政党もおらくせ 提案に入れてましたので進むと思いますよだ、かららやったたいいいと思いますただそこの射程の狭さでいいんですかということを申し上げてまして、ここで終わるつもりはない、射程はさらに広くて、政治改革全体をやるべきだというお考えをぜひ示していただきたいと思いますが、いかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君あの先。先ほど申し上げた3点については、今回のこの事件を振り返ってる中で、再発防止ということにおいて、最低限、 やらなければならない課題であるという認識のもとに、えー、そ,そしてそれも法律改正に基づいてやるべきであるという認識のもとに、えー、ワーキンググループに対して、えー、この作業を支持したまあこういったことであります、えー、政治改革全体ということであるならばより幅広い議論が必要であるまあこれはもう今委員がおっしゃった通りだと私は思います 政治改革全体の議論、政治資金そのものもありますし、えー、この選挙制度をはじめ、国会の運営のあり方をはじめ、政治改革をめぐる議論、えー、これには終わりがないと、われわれは思っております藤田文武君。まあこの前向きなのか、後ろ向きなのか、ちょっとわからない答弁でしたが、私は <laughs> あの35年前の自民党が作られた政治改革大綱は、もう少しそこには思想があったし。 実務的なものも書いてあったけども、思想があったし、もっと政治をちゃんとやっていこう、そもそもちゃんとやっていこうっていう思いは、少しは見て取れたと思いますが、でも中間取りまとめにも、総理のまあ弁明に出てくるこういう記載からも、そこまでの射程があるというふうに、全く感じないんですよね。で私、やっていただいた方がいいんじゃないかなと思うし、岸田総理のすごく歴史に残る大改革にしていただいたらいいんじゃないかなとさえ思うんです。 さっき文通費の話しました、まあ、文通費は結局、ボールは各党にお任せするというふうに投げられましたが、他にも企業団体献金の廃止、政策活動費のこともずっと問題になってます、それからパーティー券の販売についても、もともとはしがらみ、まあ、企業団体献金もそうですけれども、しがらみが根深くこの政治に突き刺さって、それがいびつな構造を生んでいるんじゃないかということをよくしようという観点から言うと、やっぱり販売制限の話。 していかないといけないと思うんですね、こういったところまでやっぱりやるということを、総理からやっぱり前向きな答弁いただきたいんですけれども、いかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君あのご指摘の点、例えばあの政治資金パーティーの公開性の向上という議論、これは従来から問題点として指摘をされてきました。 こういった議論も当然行われると認識をいたしますし、企業,企業団体献金については、予算委員会の場でこの何回も申し上げてきたように、こ,のこれをこの廃,止する等につ廃止するなどという議論については、 え最高裁の判決とか、またまさに委員がご指摘になられた令和元年の政治改革大綱の中にあっても、この法人の寄付というのは、この民主主義、この,の政民主主義政治において重要な役割をしている、こういった指摘もありますので、まずは先ほど言いました透明性を高める、あるいは政治家の責任をこの厳格化する、こういったことを通じて、 この企業、団体献金についても、まずは取り組んでいくべきである、その上で、民主主義のコストをどう賄うかという議論の中で、その存在そのものも議論していく、それが順番ではないかというふうに申し上げています、それから政策活動費、これにつきましても、これ、たびたび議論が行われました。 ま政治活動の自由に関わる問題だと申し上げてきておりますが、今回の事案については、これ、厳密に政策活動費が何か法律に触れたということ、これがその確定的にこの指摘されているものではないと認識をしています。しかしながら、国民の,この政治に対する信頼、透明性の向上、こういった点から、 各党共通のルールとして、政策活動費についても議論することは当然ある、こういったことを申し上げている次第であります藤田文武君あの。私が申し上げているのはあの、総理はよくこの再発防止のためにとおっしゃいます、あのうお聞きしたときにです、ね、清和会のことをお聞きしましたでチェック、ヒアリング調査については、再発防止を目的としているんだと。 まあ要は犯人探しをするつもりはないと、いつから始まった、誰が指示したっていうことを、ちょうど裏で今やってますけれども、まあ、そういうことじゃなくて、再発防止を目的としてるんだという、まあ、私は逃げをされたというふうに見てるんですね。でも、本来であれば、全容をまず総理が把握するというのが一番大事じゃないですか。そしてそれに原因があって、その上で党に何らかの処分ないし、対応があり、そして再発防止が次じゃないですか。で、そうしたときに、 国民の感情としては、今回の事案は確かにパーティーの件ですよ、パーティーの件。でもそのパーティーの裏金を、いや、政策活動費だと思ってもらっていたと言い訳する議員がたくさん現れ、そしておそらくそこから示唆されることは、政策活動費が現金配りされていたんじゃないかという、そういう疑いですよね。で、そういうことを断たないといけないんじゃないかというところまでもうすでに話は広がっていて、私はそういう目線で、 網羅的に国民の皆さんの負託に応えるために、政治と金の問題を根本から立とうよというのが今回の機会じゃないですか、私はこれをうやむやにして、先ほど総理がおっしゃられ、私が整理して3つ挙げた連座性と外部監査と、それから DX だけをやった場合、また同じことが30年先送りになるという危惧を抱いております。今日おお聞きになったあお話しいただいた話いいだ内容を 私なりに解釈すると、文通費はできればやりたくない。企業団体献金の廃止は、そもそも政党公金が導入されたときにやめようと言ったけれども、でも政党支部という政治家個人、私もその支部を持ってますよ。政党の支部、つまりほとんど個人の後援会と同じように運用ができる政治団体では受けれるから。だから抜け道になっていると。それは企業も政治参加するために必要だと胸を張って、それは許容すると。その議論はしないということですね。 そして政策活動費については、そもそも今回の件はパーティー系の件だから、その再発防止には努めるというところにとどめようとしていて、さらに広げて、政策活動費までの議論はしたくないというふうに感じざるを得ないというふうに思いますが、総理、もしご返答あったらいかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君。あのまず、えー、自民党の、えー、と聞き取り調査について。 再発防止を目的としたものだというご指摘は当たらないと思います。昨日申し上げたのは、えー、とこの実態把握のためにも、聞き取り調査を行ったわけですが、少なくとも再発防止という点においては、さまざまなこの実態が把握できた、ですから、この聞き取り調査は無駄だという議論は当たらないということを申し上げたわけであります。 そして、再発防止ということで申し上げるならば、先ほど申し上げた点は、まずやらなければいけない点だと申し上げておりますが、それ以外の点、議論しないという、申し上げてはおりません、先ほど申し上げておりますように、それぞれについて、まず再発防止の点、これは最優先でやりたいと思いますが、それと合わせて、当然、議論の場ができるわけでありますから、ご指摘の点についても、 えー、各党各会派と、えー、しっかり議論を行う。これは当然のことであると思っております。藤田文武君、ありがとうございます。ちょっと前向きな答弁に変わりました。私あのもうここまで来たら総理のご自身のお考え聞きたいなと思っていて、私も政策活動費をまあ、党幹部なんで運用させてもらう立場で領収書全部あるんですよ。そういう運用してるんですけど、まあその何千万というのがこう。 中小国に記載されますよねでそれが何に使ってるかわからないという、そういう状態が今、適法なんですよ、だからそれをおかしいから変えようっていう、すごくシンプルな問いを私らやってるんですが、それ、いいと思ってるんですか、そのままでいいというふうに思っていらっしゃるんですか内閣総理大臣、岸田文雄君。この政治資金については、長年の議論の中で、この政治活動のこの自由と、国民のこの政治に対する、 この信頼、透明度を高めるという、この2つの要請の中で、議論がずっと積み重ねられて、今日に至っていると認識をしています。ご指摘の点についても、これは決して自民党が決めたものではなくして、各党、各派、会派との議論を積み重ねた上で、今日に至っているもの、わけでありますので、ぜひこれについても、 議論を行いたい、まあ、このように申し上げている次第であります藤田文武君あのその言い方をされると全て予算も全ての法案もみんなで議論して決めてますただあの多数が与党が決めますからこれだから政策活動費についてはまあ私は率直にやっぱりおかしいとも思うし今の運用がそういう領収書に紐付かないものがたくさんあるそしてチェックも受けないというものをやはり撤廃していくということを全ての網羅的に洗い出して やっていくという覚悟が必要なんだろうというふうに、まあ、思います。それから、ちょっと昨日の続き少しだけ、最後やらせてもらいたいんですが。あの。昨日の会話。皆さん、その他の五人の方が、政倫審。は出てこないんじゃないかというコンディションの中で、総理が。自分が自ら出ると、しかも、公開で出ると。もしかしたら、総理お一人やったかもしれません。だから、総理は、総裁として出ると。おっしゃられたので。総裁というのは。 トップですから、その組織内に起こっていることにお答えをする、そういう義務がある方だと思って、私は質問をさせていただいて、だから政和会のことを聞かせてもらいました、でそこで分かったことは、今日も昨日もいろいろ聞いてましたけれども、政和会は誰があのスキームを、長年続いたスキームを考えたかは分からない、いつ始まったか分からない、総理が、安倍,安倍総理が亡くなられる前にやめようと言って、もう一度、 いや、これは残そうと意思決定されたから残ってるんですけれども、その意思決定がどういうふうに行われたかはわからないと、でそれは今、岸田総理は多分把握しておられないという、そこまで踏み込んで調査できてないという趣旨の答弁だったと、昨日は理解してるんですねで、私はそれはしていただいた方がいいと、トップマネージャーとして、自民党の経営者としてやっていただいた方がいいというふうに思ってるんですね。じゃないと、どこで突っかかりが起こって、どこでおかしくなったのかわからないじゃないですか。 だから、それをやっていただきたいと思うんです、総理が指導して、または総理の誰か、副審でもいいんですけれども、総理の指示で、それが明らかになるようにやる方がいいと思うんですが、それは必要ないと思われるか、必要だと思われるか、もう一度お答えいただけますか内閣総理大臣、岸田文雄君あのまず、えー、捜査権等がないという制約の中で、党としても実態を把握しなければいけない。 まこういったことで聞き取り調査等の取り組みをま進めてまいりましたそしてそのご指摘の聞き取り調査をもって全て調査が終わったなどということは申し上げておりませんま事実整理審の議論も今続いているわけでありますしそして関係議員の収支報告書の修正これも修正作業が 今続けられていますそしてそれに伴って、説明責任も果たしていかなければならない、こういった状況が続くわけでありますので、党としても、えー、成理士をはじめ、あらゆる機会を通じて実態把握に努める、これを続けていくことは重要であると考えています藤田文太君だからやっぱり、今のお話を聞くと、まあ、これは価値観の違いかもしれませんが、私は党のマネージメントとしては、非常に、 地節というか、まあ、この日程闘争まで至っているトリガーを引いてしまっている、そのマネージメントは非常にまずいなと思うんですね。今のお話だったら、説明は続くんだと、ずっとこの不祥事の説明をやり続けるんですか、私は自分たち自らがしっかり調査して、国民が納得できるまで、まあ、あのこのうるさ型の与党の皆さんあ、野党の皆さんも納得するまでそこまでやったかと。 そして改革も自民党がここまで踏み込んできたかということをやらなかったから、この30年、停滞したんじゃないかとさえ思ってるんです。だから、ぜひともですね、だからこの政倫審で、ああ、よく説明してくださったと思った国民,の皆国民は一人もいないと思います。私もそれに出席させていただいて、質疑に立ち、そう感じました。ですから、続いていっちゃうんですよ。いいんですか、自民党の皆さん、ずっと続きますよ、これ。だから徹底的に、 浄化しようっていう覚悟を、私は維新の会ができるまで自民党、応援してたんですけど、かつての自民党がどうだったか分かりませんが、情けないなと思って見てます、そして同じく党のまあいろんな不祥事もありますよ、それを収める立場だから、その難しさも分かった上で、徹底的にそれを自らやっていただきたいということを申し上げて、今後もこの話は続いていくというふうなことを申し上げて、次に行きたいと思います。 予算委員会で私が立つのが今日最後なんで、ちょっと今日は安全保障、それから経済、それから最後に、時間が間に合えば、社会保障までいければというふうに思っております。<laughs> まずですね、安全保障環境は大変厳しくなっておりまして、激変しております。のの問題題だけけじゃなななくて乗り越えいいいいといけない課題っていうのが多々 ございますその中で最近、非常に注目度の高いのは、今日はやりませんが、インテリジェンスの話、それから今日この後質問させてもらう防衛装備の話ですね、それからアクティブサイバーディフェンス、セキュリティクリアランス、こうたくさんあるわけですけれども、今日は防衛装備とアクティブサイバーディフェンス、特にサイバー安全保障についてお伺いしたいと思います。昨昨年年先週青柳議員が総理に質問をさせていたただきました昨年日本イギリス あイタリアで次期戦闘機の共同開発、グローバル戦闘航空プログラムに関する条約を締結をしました。昨今の国際環境を踏まえたら、国際共同開発において、第三国への直接完成品輸出を許容していくべきというふうに、 まあ主張させてていいいたただいてお考えを聞いたところ総理は、戦略上、防衛装備の共同開発や生産、自国やパートナー国への完成品の調達に加えて、第三国移転の推進が重要であること、そして、力による一方的な現状変更を抑止する、望ましい安全保障関係を創出する、これらの目的のために重要な政策手段となるという認識を示されました。私はそれ賛同しますただ この年末からの動きを見ていると、ですね本来この2月末に一定の結論を得て前に進んでいくのかと期待しておりましたが、これ、ストップしてます、先送りになっております。改めてそこについての見解いただけますか内閣総理大臣、岸田文雄君。おっしゃるように、防衛装備品の共同開発のこの完成品をまあ第三国に移転するということ、これは国益。 にかなうものであると考えておりこれは前向きに政府としてはこの考えていますそしてそれについて今与党で今調整を行っておりますそして一昨日開催された与党の政調会長間での協議においては考え方や方向性についてかなり距離が縮まってきましたが えと国民の理解を得るという面で課題が残っていること、そして一方で、速やかに合意を得るべく努力していくこと、この点については一致したと、えー、報告を受けております、えー。速やかに結論が得られるよう、えー、この直接移転にかかる必要性、えー、国会の場等も通じて、丁寧に説明を続けていきたいと考えます。 藤田文武君あの今、重要な答弁されたんで、もう一度確認しますが、あのまあ、報道等もすでに出てますけれども、公明党さんとの連立政権において、公明党さんがかなり足を引っ張られているというようなニュアンスの報道、結構出てますねで、実際に見ているとです、ね、山口代表は2月にとらわれる必要はないと、12月にすでにおっしゃられ、そして1月超えてでありますけれども、装備移転を通じ、 第三国や地域の安全保障政策に日本が積極的に関わっていくことは、これまでやってこなかった政策であると、否定的な見解も示された、それから同じく1月には、日英が共同開発を決めた一昨年、2022年のことですけれども、の時点で、第三国は前提にしていなかったと政府自身も認めてるじゃないかと。 まあそういう非常に抑制的なコメントもされているし、北川副代表も2月末に結論を出すということはできないとで、ではないと思っている、それから山口代表は2月に入られても、国際共同開発した完成品の第三国への直接移転という意味で、政府の重要な政策変更であると、なぜ変更する必要があるのか、十分に議論が尽くされておらず、国民の利害が得られる状況には至っていない。 まあこういうようなまあことで、共同開発まではいいけれども、第三国移転のにはまあ否定的であると、何度も何度も抑制的に言ってこられてます、この数か月、これがもうまとまって前に進むと、または前に進むという、さっきのご発言でよろしいんですか内閣総理大臣、岸田文雄君あの、まあ、与党におけるこの問題の議論は、 昨年来、えーと、ワーキンググループを作って、まあ、議論を続けてきました、そしてその結果として、まあ、与党のや中にさまざまな意見があるというご指摘はそのとおりだと思いますが、その上で私自身、えー、この山口代表と直接お話しする中で、この議論をワーキンググループから、この両党の政調会長レベルに引き上げて議論を行おうと。 ということで合意をし、そして議論を行い、そしてその上で昨日、先ほど紹介させていただいたように、一昨日、この両党の政調会長間の議論において、考え方、方向性についてかなり距離が縮まってきた。 えー、この国民の理解を得るべく、まあ、引き続き努力をすること、そして速やかに合意を得るべく努力をしていくことこの、この点について、両党の政調会長で一致をしたということを報告を受けている次第であります。まあ、ぜひ、えー、このお議論を、えー、この結論を得るべく、引き続き、えー、深めていきたいと考えています藤田姫武,武君。わかりました。 その件については私も賛同します。次に、サイバー安全保障についてであります。ちょっと背景を少しだけご紹介すると、ロシア、ウクライナの件においても、ロシアは相当なサイバー攻撃、サイバー戦略を持ってアプローチをしてきたということが明らかになってきています。侵略開始の1年以上前から、ウクライナの政府機関重要インフラの情報システムに、ネットワークに、 どん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 侵入して、ですね破壊的なサイバー攻撃の準備は進めてきたと、1年以上前からです。それから侵略開始の1か月前からは、破壊的サイバー攻撃が開始され、特に前日には約300のシステムを対象として大規模な攻撃が実施されました。そして侵略当日には、ウクライナを含む欧州,欧州地域をカバーする衛星通信を使用不可にしたと。 いうこのサイバー戦がすでに序章として行われて、戦争に突入していっているという世界の現実がございます。侵略開始後も物理的な攻撃とサイバー攻撃の組み合わせというのが、もう通常になってきているというのが、まずは世界の安全保障環境の現状であるということの認識は多分同じだというふうに思います。そして、じゃあ、サイバー攻撃の現状を見るとですね、昨年、 カナダのブラックベリー社がまとめた報告書によると、ですね2020年の9月、11月というその期を切り取った場合に、同社が検知したサイバー攻撃、約176万件のうち、日本が標的になったものはなんと、その中の8%もあって、米国について、アメリカについて2位だったとで、アメリカは攻撃の対象になりやすいから多いのはわかりますが、日本もそうなっていると、でそれは確かに重要な国であるとともに、 守りが弱いんじゃないかと舐められている可能性もあるという、そういうことで、先回りして整えないといけないというのが、もうこれは今の時代の要請であることは間違いないと思います。イギリスの国際戦略研究所がまとめた主要15か国のサイバー防衛能力分析によるとです、ね、日本は3グループに分けて、一番上がアメリカですね。 で真ん中があって、一番下に位置しているわけであります。一部分野を除けば重大な弱点を抱えているというランキングに位置しているわけであります。それで、このサイバーについてですね、今、課題は確かに整理されていまして、まあ、NISC がありますね、内閣サイバーセキュリティセンター。でこのはししててさらにちゃんと統括して このオペレーティングできる権限を持った司令塔を作っていこうという課題意識があるわけでありますけれども、例えば、の今の現状、それ、課題があるというふうに政府資料にも明記されてるんですけれども、例えば、そういう今現状でいうと、課題があるというからには、今、例えばさっきを申し上げたような、波状的にいくつかのシステムに、そして省庁横断的に、民間と含めて波状的に攻撃が来た場合に、 統括してそれをディフェンスする、司令塔となるような機能がないので、統括して対処できるんですか、できないんですか、今の現状でいうと、明日それが起こった場合、でできるんでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。あのえにスクまず、えー現状、現状の、えー、現状に対する認識、そして、 えー、この我が,我が国がこの問題において、えー、この出遅れてるというご指摘、えー、これはあこの、えー、政府としてもしっかり受け止めなければならないと思いますし、だからこそ国家安全保障戦略において、 サイバー安全保障分野での対応能力を、欧米主要国と同等以上に向上させる、こういった目標を掲げている次第です。このリスクについては、これ、は発展的に開祖して、一元的に総合調整する新たな組織を設置することにしておりますが、委員のご質問は、今の段階で十分対応できるのかということでありますが、もちろん、これはあの我が国の この安全保障、えー、国民の命や暮らしを守る、えー、責任は、今この瞬間もずっとお担い続けていかなければならない課題ですから、この今のニスクのこの陣容において、まあ、最大限対応するというのが、あ我が国の今、現状であると認識をしています。藤田文武君。あの失礼しましししままた。た通告文に明記はしてませんでしたが、昨日あの準備室う。 方とかなりディスカッションしてさせていただいて、でその内容の話を今、お聞きしたんですけど、まあ、要するに今、総理がそれはできないんですと答えるのもリスクなんで、別にいいんです、そこまではっきり答えていただかなくても、ただ、今のリスクの権限では、例えば省庁横断的に問題が起こる、まあ、例えば金融庁の金融システムと公安と、さまざ、あ、ま分かれてますよねで、そういうところに攻撃が起こった場合に、一元的に情報を管理し、そして指揮,指揮をし、民間も含めて。 対応するということが法的にも、そして組織権限的にもできないということなので、向こうが一つのチームがですね、波状的に攻撃をしてきた場合は、ほとんど相手にならないというのが現状です、まあ、質問者である私の理解としてということで、エクスキューズしておきますが、ですから、そういう統括機能を作ろうと、作らないとだめだよねという課題はすでに明記されていて、そしてそれを作りましょうということで、 昨年の1月31日にサイバー安全保障体制整備準備室というのが立ち上がりました。でこれ、非常に応援してるんですけれども、ちょっと手間取っているのか、歩みが遅いんじゃないかというご批判を、さまざまな報道機関からもニュースで出るような形になっております。例えば、1年たって、た、まあ、多分やらないといけないことはいくつかあってあの、いくつかまたがる法整備をどうしていくかということ、それから、 実際に組織をどういうふうにして権限をどこまで持たせるかという組織論の話、そして人材の話、これいくつかあると思うんですが、そのあたりの整理はどの辺まで進んでいるのか、この1月からすでに1年経ってですね、1年以上経って、有識者会議一つ開かれていないんですね、私、かなり心配してまして、でなぜならば、まあ、今、今の現状でいうと、相当危うい状況で、 これ、統括的に司令塔を作らないといけないという課題があるにかかわらずないんです。だから今、かなり危ないんですよ早く作らないといけないんですよ、これを。で、今、どのようになっているか、お答えいただけますか内閣総理大臣、岸田文雄君はい、あの委員ご指摘のように、昨年1月31日に、内閣官房にサイバー安全保障体制整備準備室、これを設置して、 実現に向けて検討を進めているところですが、その第1段階として、まさに今現在、ご審議いただいている令和6年度予算において、サイバーセキュリティ対策の強化のために、ニスクの予算や人員の大幅な増額、増員を行いたい、このように考えているところであります。そして、この能動的サイバー防御の実現に向けた法案については、 あ現行法令との関係等を含め様々な角度から検討を要する事項が多岐にわたっているものと認識しておりますが可能な限り早期に法案をお示しできるよう検討を加速しているところでありますえそしてえっ、ー、と人についてもあのご質問がありましたそれ,それはあと、ね、ですかはいじゃあ,あのそこまでです、はい、藤田文武君 ありがとうございます、まあ、これについては私、ものすごく必要性を感じていて、アクティブサイバーディフェンスの話は、まあ、憲法議論にもつながりますから、早く表の議論に入らないといけないと思っています。ですから、ある程度整理をちゃんと課題整理をしっかりしていただくことに、まあ、もっともっとプッシュしていただいて、でそれ整理したものをを叩き台として、表の国会議論に進んでいただきたいということを申し上げたいと思います。それれかかららやっぱりこれを扱うののは人人ですから能力の高い人が 必要です。世界水準にまでこれを持っていかないと、世界のまあトップレベルまで持っていかないと意味がありません。で、その時にですね、サイバー人材というのは非常に、えーえー、難しい、まあつまり確保が難しい、えー、という現実がございます。で、その時にちょっと一点お聞きしたいのがですね、これ採用でやっぱり公務員の この給与体系で雇用していくというのは非常に難しいので、今ではです、ね、ちょっと工夫していただいて、特定人気付き職員であるとか、そういうことで、かなり柔軟性を持とうとしてくださっていることは理解をしています。しかしながら、これ、あの国会法の35条で,です、ね、まあ、簡単に言うと、国会議員の給与より官僚のトップである事務次官、まあ、つまり官僚の給料は下でないといけないという法律があるんですよね。 だから短期であれ、例えばサイバー人材で非常に優れた人がいて、数千万の報酬をで、例えば5年間、スペシャリティを発揮してもらうというような働き方は不可能なんですね。で私、このなんか国会議員の方が、官僚の皆さんよりも高くないといけないというルールはいらないと思ってるんですね。例えば、会社の社長よりも高い CTO がいる会社ってありますよ、全然。 そういう専門職について敬意を払い、報酬も措置するということは、私はあってしかるべきだと思うんです。今でいうと、2000万ぐらいを上限としてですね、世界トップレベルの人材を集めないといけないというオーダーをしないといけないわけです、採用担当者に。これは私、無理だと思いますね。まあ、2000万、たった2000万ですかというのが、このトップレベルのサイバー人材のマーケットであります。この点について、どのような問題意識を持たれているか、総理からいただけますか。 内閣総理大臣岸田文雄君まずこの分野において、我が国の能力、レベルを国際的なレベルまで引き上げるという際に、人材が大事だという認識はあの、ご指摘のとおりだと思います。そして、この現状の人事ですが、 まあニスクにおいて、当然のことながら、関係省庁からサイバーセキュリティ対策等の経験が豊富な職員を受け入れ、研修等さらなる高度化を図る、これは行っているわけでありますが、外部から専門的な知識、経験を有する者を人気付き職員として採用する、また非常勤職員として、 民間企業等から幅広く人材を採用する、まあ、こうした工夫をしているわけですが、まさに委員ご指摘のように、えー、この,、えー、その収入の,、えー、この制限等がある、それで世界レベルの人材が集められるかという問題意識については、このサイバーセキュリティに関する調査、分析、監査等の業務の推進にあたって、 必要な経費を措置し、民間企業に委託、外注することで、極めて高度なサイバー人材に担当していただく、こういった取り組みを進めており、そして、それをまさにご審議いただいている予算案に、必要な予算として計上させていただいている、こうしたことであります。こうした民間企業など、この外部の高度専門人材を活用しつつ、 サイバーセキュリティ対策、強化していきたいと考えています藤田文武君。今、すごく重要なあのご答弁いただいたと私思いました。あの経営上、確かに社内のこの人事システムに合わないハイスペックな人を雇うときに、業務委託みたいな形でやること、実際あります。でそれを使うというようなニュアンスだったと思うんですね、外注したり、法人に委託したり、で私は両方やった方がいいと思っている立場です。 あのつまり内政化も一定すべきで、でその内政化する中で、雇用していくには、やっぱり政府機関で働ける、でも報酬は安い、民間の方が3倍であるみたいな環境の中で、手足を、まあ、かなり縛られた状況で、採用担当者に採用してこいと今、命令を出している状況なんですねで。私はそれ結構かわいそうだなと思って、志してきてくれと、政府での経験というのを買ってきてくれて、採用活動しないといけないと。 いうふうな形なので、まあ、非常に重要なこれ、意思決定なんですよ、私からすると。だから、やっぱりもう少し柔軟性、つまり上限をもう少し外して、給与設定ができる、そういう分野って、サイバーだけじゃなくて、他にも実はあって何個か、そういうような仕組みを今こそ作るべきじゃ、国家として作るべきじゃないかという本質的な問いなんですね総理いかかがでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。はいあのー えと委員の問題意識は、サイバーセキュリティの分野に限らず、我が国のさまざまな分野において、世界に越してレベルアップを図っていく、急速にさまざまな技術が進化する中にあって、日本のレベルをこの引き上げていく、こういった,考こういったのその取り組みにおいて、共通して、 問題となる部分であると思いますですから、サイバーセキュリティの部分、もちろんでありますが、あの我が国の人事のこのあり方として、どうあるべきなのか、こういった議論を行うことは重要であると考えます藤田文武君あの。議論するだけじゃなくて、やっぱりこれ、政治的な話なんですよ。政治家が方向を示さないと 今枠内で最大限工夫をしてもらっていると私は官僚の皆さんと議論して思いましたあの非常に工夫してくださっているのは伝わりましたでもそれはやっぱり政治で突破しないといけないんじゃないかなという問題意識を持っていますので総理ぜひお願いしますそれから次に行きます経済やります株価についてですねまず新都大臣と議論したいと思いますあの日経平均バブル以来最高で調子いいですで実際に経済の 例えば質疑なんかで言うと、株価もいいし、まあ、少し需要も増えてきたしというようなことをあの、いい情報として言っていただけるとあの、私は悪いことじゃないと思うんですけれども、まずこの株価がバブル以降、最大、最高を更新しているということについての受け止めをいただけますか国務大臣、新藤義孝君、えー、この経済状況やです、ね、今後の企業活動への期待、まあ、こうしたものが、 反映された上でこの株価が史上最高を突破した。まあこれは心強いことだと。まあこのように思っています。しかし30年前の株価水準を超えたと言って、我々とすればあの市場関係者も含めてですね、それをおっしゃる方いますけれども、でも実態でチェックすればいうそのアメリカは同じ30年間で14倍です。 それからドイツは10倍、フランスも4倍、イギリスも3倍、私たちは1倍ですよね、ですから、これはあの一つそういったあの好調が見えてきたならば、我々が常に言っている総理とともに目指しているのは、次の新しい経済のステージを作らなければいけない。そここははの今のこの水準ではなくて、 違う次元を目指さなければ、日本の経済のですね。少子高齢化人口減少にあってのこの持続的な成長。これはあの、そのためにはもっと違うステージを目指すべきだと私は考えています。藤田文武君、あの進藤大臣ありがとうございます。あの実は1問目にバブル以来最高でしたよねと。 そうなんですよって言って、いや、実は30年見たらそういうことですよって言って、喜ばないでくださいねっていう,というやり取りだったんですが、先に言っていただいてありがとうございます。ちょっと今の話をグラフにすると、こういう状況なんですよね、今、進藤大臣が言っていただいたのは、日本はほとんど変わってなくて、30年前のをやっと超えたと喜んでいて、イギリスは3倍、ドイツは11倍、そしてアメリカに至っては15倍になっていると、アメリカのダウ平均ですね。でこういうい規模感で 私たちが喜んでいていいのかという問題があって、私はちょっと最後に言いますけれども、この30年の失敗っていうのを、やっぱり構造改革をもっと徹底的にやらないといけなかったんじゃないかという問題意識なんですね。で、ちょっと30年をいくつか紹介すると、あ移動してください。これが GDP ですね、主要国の名目 GDP は、日本はずっと張り付いていて、さっきの株価と同じですね、ずっと張り付いていて、でも諸外国を見れば、 伸びてるんでですすという話じゃあ、1人当たりやったら違うか、生産性どうかというと、これも同じです、ずっと一緒ですそれから、賃金の推移ですね、実はこの実質、名目賃金はちょっと上がってますけど、実質賃金は物価上昇で、さらにきつくなってます、こういう状況で、下降トレンドは変わらないということなんです。それから <laughs> 平均年収 ですね、さっきのは非常勤も合わせてたんですが、これ、フルタイムだけを見た場合、その他の諸外国は伸びているけど、日本はフルタイムの報酬というのは横ばいで取り残されているということなんです、それからこれが可処分所得ですね、平均所得と可処分所得、まあ、どちらも下がってるんですが、この青のラインが可処分所得なので、可処分所得はどんどん差が開いていってしんどくなっていると。そそしてその理由は の理由の一つは、税や社会保険料の負担というのが増えすぎているからであると、もう現役世代は限界であると、まあ、こういうようなことにまあなっているわけであります。まあ、これを打開するには、やっぱり本腰入れて、30年経ってるわけです、30年間、諸外国がもしかしたら取り組んできたかもしれない、そういう英断の積み重ねによる課題改革をやっていかないといけないんじゃないかと思いますが、一言、新藤大臣。 国務大臣、新藤義君まさにこれからの、この先のですね時代を見据えた改革があの、決定的に必要だと思っていますで、その、まずやらなければいけないのは、安定的な物価上昇があって、それはイコール製品価格が上がっていくということですよねで、それを、でもそれでも、これをあの消費が弱くならない、賃金の、それを上回る上昇率があると。それでこの えー、物価をです、ね、上げないということは、それは GDP も上がらないということですから、ですから、あのこの消費が困らないように、構造的賃上げというのは、そういう常に物価上昇とそれを上回る賃金上昇と、これを維持しながら、この人が少なくても維持できる生産性を改善するための省,省力化だとか、精進化あ、それから新しいフロンティア、イノベーション。 まあ、こういったものをですね。れれさらに徹底的に、えー、この、うん。追求していく。また、市場自体をもっと大きく捉えないと。この、今の委員が言った。この国民負担、社会保障のですね。国民負担が限界だっていうのは。所得が伸びないから、厳しいわけで。所得をきちんと増やしていくと。まあ、こういうことをやりたいというふうに考えています。藤田文武君。ありがとうございます。あの、今日斉藤経産大臣も来ていただいているので、ちょっと議論したいと思いますが。私斉藤大臣が。 出されているこのコラム集ですね、大変好きでですね、あの30年、大和民族の遺伝子というのが、まあ、私は他党でありながら先輩として、非常にあの感銘を受けました、でこれ、どういう内容かというと、冒頭、30年という月日は、今日30年っていう、30年スパンの話が結構出てきてます。あの政治改革大会も35年前ですから そしてこの冒頭、ですね30年という月日は日本社会を変質させるには十分な時間である、そしてそのことをその時代に生きている人々はほとんど認識できないようだと始まるんですが、この内容で私、すごく共感したのは、平成の30年間が終わり、令和の時代が動き始めたという章がありまして、平成の30年は宿題をやらなかった夏休みだと表現をされました。まあ、つまりですね 本来やるべき改革をどんどん先送りにしてきて、三十年経ってしまい、そして、休みが明けて二学期になった時に、あたふたしている日本が令和なんじゃないかと危惧される、そういうお話でした。私、非常に共感をいたしました。あの、これほどまでに改革志向のまあ方が自民党にもいらっしゃるんだと思いましたが、あの、ちょっと格論協を本当はやりたかったんですけれども、様々やらないといけないと思います。今 産業政策を所管する大臣として、この30年を振り返ってみて、日本は本来、どんな改革をやるべきだったのか、そして今から何をやるべきなのか、それ、お考えがあったらいただけますか経済産業大臣、斉藤健君、えー、まずですねあの、私の冊子について言及をしていただきまして、感謝を申し上げたいと思います。 ただ、この冊子はあの真剣には書きましたが、まあ、一議員のときに天真乱んに書いたものでありまして、今、経産大臣としてご答弁をするにはまあ一定の制約があると思いますが、ただ本質的なことはお話できるのかなと思っています。まあ、私はあの日本の長い歴史を見てみた場合にです、ね、まあ、平時において改革をするという点におきましては、まあ、先手を打って思い切って改革をするというのがどうも弱くて、 えー、改革が後手に回ってしまうという特徴があるように思えてなりません。でその理由については、冊子をお呼びいただくしかないんですが、まあ、私が経済産業省で若い頃経験したことに一言触れたいと思います。えー、1980年代から90年代半ば頃まで、経済的に台頭する日本をなん、ね、とか抑え込みたいということで、私はアメリカは必死でやりました。 えー、1985年にはプラザ合意ということで、まあ、日本の経常収支の黒字をです、ね、縮小するためには、もう為替介入しかないということで、えー、大胆な為替、えー、介入によって一気に円高にしてです、ね、経常収支の,あの日本の黒字を、まあ言葉悪いですけど、なんとかね、痛めつけてやれというような印象で私は受け止めておりましたし、同じ1985年にヒューレット・パッカードのヤング会長がです、ね、ヤングレポートというのを出しまして、この中では、いかに日本をやっつけるかと。 ということで、経済界、産業界が総力を挙げてです、ね、レポートを作ったと、えー、それから当時はです、ね、例えば MIT なんていうアカデミズムもです、ねえー、日本のトヨタの強みは何なんだとな、どうしてはトヨタに勝てるんだということアカデミズムまで,です、ね、真剣に、えー、検討をしてです、ね、それがどん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 その、えー、日米交渉の中でわれわれがプレッシャーをかけ,つかけられ続けるということを経験してまいりました。でそのの後日本は逆の立場になって 中国などの新興国の今度は追い上げを受ける立場になったわけです。で、この30年間、私はかつてのアメリカがですね、感じて、政界や経済界やアカデミズムがですね、必死の危機感を感じて、えー、日本が総力を挙げてですね、かつてのアメリカのように退治をしてきたとは、どうしても思えない。つまり危機感がなかったわけではないんですが、それがまあ、ビヨン的なものであったのではないかと。だから物事は、 何事も思うようよには進まなかった面があるのではないいかと思いますえただ、私も政治家でありますので、ではどうするかということでありますが、今、経済産業大臣という立場になりまして、えー、国内経済に久方ぶりの上向きの潮目の変化、これが生まれています。で、私にできることは、この機に一気に進められるものは進めたいということにつきます。えー、マクロ経済的にはまさに賃金と物価と成長の好循環、これを何としても実現したいと。 いうことでありますし、産業政策的にはですね、経済産業政策の新基軸と銘打って、ですね急速な技術革新が進む中で、成長のエンジンとなり得る GX や DX を思い切って推進をしていきたいと思います。そして将来、需要が激増すると思われる半導体分野につきましては、かつてない思い切った政策支援を行って、半導体産業にかつての栄光を取り戻したいと思っています。また、企業構造のあり方まで議論していく必要があると思っていて、 チャレンジ精神を発揮して、イノベーションを担ってくれるスタートアップ。これをもっと大きく育ってていくには何が必要か。中堅企業については、今国会に提出している産業協力強化法で初めて定義をしますが、こうした成長志向の強い企業を後押ししていく方策は何なのかなど、これまでエコシステムが弱かったのではないかと思われる分野につきましても、手を加えて、成長に貢献をしてもらいたいと思っています。成長の権威役、良質な雇用創出の担い手、 これが育成されることで初めて私は、前向きな形で個人の労働移動円滑化も進むし、企業の新陳代謝も進むと考えています。えー、話し始めると2時間ぐらいかかりますので、この辺にしたいと思いますが、簡単なことではないですけれども、今がそのまさに30年たって2学期が始まるということで、正念場だと思っていますので、強い覚悟を持って取り組んでいきたいと思っていますので、藤田幹事長にもぜひご協力いただきたいと思っています藤田文武君。 あの斉藤大,大臣の思いを聞くような質問にしてしまったのでかなり <laughs> 長くなってしまいましたがあのありがとうございましたあの平時にどれだけ改革を招納入れてできるかということが大事だというところから始まったことに私は共感をしますこの30年の停滞は私はおそらく政治改革徹底的にやらなかったからなんじゃないかということも一つ。 あるんじゃなないかなと政治が姿勢を示して、徹底的にチャレンジ精神を見せていくんだということも、一つ要素であったんじゃないかなと、やっぱり思えてな,ないのは、今日ょ30年スパンの話が非常に多かったので、最後にちょっと時間、も数問ちょっとできなさそうですが、万博についてやりたいと思います。これ、今の話から考えると、もう死に物狂いでチャレンジをするという人の背中を押さないといけないということなんだと思うんですね。で 今非常に批判的なことが出ていますその中にはデマもあるし、かなり、まあ、情報として微妙なものもあって、かなり、えー、こう万博に関わるのがなんか、悪いことなんじゃないかなと思って、思うように誘導されている方もいらっしゃってですね、非常に心苦しく思っていますちょっと黙っていただけますか。正式にお願いしますいや例えば 例えば、これ、猪瀬議員がブログに書いてましたが、工事の件ですね、工事の件で、もしかしたら震災復興に足を引っ張るんじゃないかという話がありますが、日本全国、経済活動をやってます、工事の日本,日本国内の発注額は年間70兆円ぐらいと見積もられていて、復興は2.6兆です。 万博は民間投資も合わせても3500億ですから、これが甚大な影響を及ぼすかというのは、理知的に考えるべきなんですが、感情論で語ら,れて語られることもあります。また、トイレの話、2億円のトイレ、これ2億円でトイレ1個作るみたいに思っていらっしゃる方もいるんですが、違います、5、60あって、民間、60ですね、民間の、ううごめんなさい、公共施設の投資ですると、単価平米考えた場合に、 全然高くないという形で、非常におかしな言説も出てきているわけであります。ただ、これを、これをですね、あっ、これを、総理大臣で言うと、使用頻度で考えたら、便器1台で考えたら、2、30年分ぐらいの利用頻度があります。まあ、こういうふうに一つ一つ、理知的におかしな議論は打ち返していかないといけないんですが、やっぱりポジティブな発信をしていかないといけないと思うんですね。それで所管される大臣。 このポジティブな情報をどう発信していくか、今、まだオープンにできないこともあると思うんですが、どうやって金を盛り上げていくか、お答えいただけますか経済産業大臣、斉藤健君まず、何をやるのかということを、やっぱりあのよく理解してもらうことが、すごい大事だと思ってまして、私、はあの大阪・関西万博は、本当にあのポストコロナのあなたの世界、未来社会がそこにいくと覗ける。 我が国のイノベーションの可能性をそこに感じることができる、まあ、そういうあの未来社会の実験場として、ですねあのぜひ理解をしていただきたいと思っていまして、具体的に言わないと分かんないと思うんですけどまあ私自身、万博の目玉となるプロジェクトについて、ですね一つだけ例を挙げますと、石黒博史プロデューサーが手掛けるですね最新のアンドロイド技術を使ったですね、 アバターロボットがいるんですよ。で、このアバターロボットは、まあ、石黒先生と同じ、あの格好をしているわけですね。え、それ喋るわけです。 でそのしゃべる内容というのは、実はそのアバターロボットと生成 AI がもう今や合体してますので、<laughs> 石黒先生の書いた本、論文、全部インプットされていまして、石黒先生がそこにいなくても、質問すると石黒先生と同じように <laughs> 答えてくれると、でこれ、石黒先生が言ってたんですよ、これからあの大学の授業はみんなこいつにやらせようとか言ってましたけど、まあ、そこまで技術は来ているわけですね、でそうしますと、例えば、自分のおじいちゃんの,あの,ああのアバターロボットがあって、おじいちゃんは亡くなったんだけど、アバターロボットはそこにいて。 かつてのおじいちゃんと同じ会話がロボットでできるとかですね、そういう未来がもう間近に来ているということなんですね。で、そういうことを前提にして、じゃあ自分たちは実り良い社会をどうやって作っていくのかっていうのをぜひ私は若い人たちに。 来てもらって考えてもらいたいなというふうに思うんですね。まあ、これ一例なんですけど、そういうものが、まあ、たくさん工夫をされておりますので、ぜひそういうポジティブなものをですね、これからだんだんとですね、発信できるような段階になってきますので、まあ、しっかり発信をしていきたいと思っていますし、私は、あの、特に日本の将来になっている子供たちに、 万博会場に足を運んでいただきたいと思っていますので、そういう意味ではです、ね、どういうふうにしたら、その子どもたちにアプローチできるか、これからしっかりやっていきたいと思いますし、当たり前のことですけど、博覧会協会、大阪府市と連携しながら、マスメディアのみならず、自治体の広報誌など、さまざまなバイトアイを活用するということも重要なんで、全国的な機運情勢に努めているとともにです、ね、それから在外交換にもさまざまなネットワークありますので、海外広報にも取り組んでいきたいと思っているところであります。 藤田文太君あの時間なんで終わりますが、本当に日本にはさまざまな分野でチャレンジと改革が必要であります。ぜひともその第一歩として、総理、政治改革、ぜひ前に進めていただけますように、よろしくお願いをいたします。以上ですこれにて、藤田君の質疑は終了いたしました。